広島県立広島商業高等学校は、広島県広島市中区船入り南六丁目にある県立商業高等学校。一般的には、高尚と呼ばれている、歴史1899年に設立された伝統ある高等学校。1901年に県立となる、1945年8月6日の広島市への、 原子爆弾投下により壊滅的な打撃を被るが、学生再編により現在の県立広島商業高等学校となる。2000年には創立100周年記念式典を挙行した。校訓、誠実、真摯から真心を持った人間になろう。物事を自分から進んで行われる人間になろう。教育方針、キャリア教育日本一高ロ老マシン話の商業紙。 マーキュリーの持つ2匹の蛇が巻きついた杖をモチーフに、公明の、交渉の頭文字 H を絡ませたデザインとなっている。硬化歌詞は4番まであり、公明の、交渉が1番に登場する。設置過程、学科全日制、家庭4学科特色毎年、12月に2日間、開催される販売実習、模擬株式会社交渉デパートは、地域からの支持も高い。 学校オリジナル商品も販売している。制服男子の冬服は学生服、女子の冬服はコート型。商業学校時代新生高等学校、運動部高校野球の前身、全国、中等学校優勝野球大会早々期からの競合として知られ、春、選抜大会で21回、夏、選手権大会で22回それぞれ甲子園に出場。 一春選抜で1回、夏選手権では6回の優勝を誇る。また特に夏の甲子園に強いため、県内ではかつて、春の高漁、夏の高賞と呼ばれていた。緻密な野球で知られ、送りバントスクイズ、盗塁を多用し、硬い守備で一点差で守り勝つ野球が心情である。ただし近年は、低迷が続き、春は2002年、第74回選抜大会、夏は2004年、 第86回選手権大会を最後に、甲子園への出場は遠ざかっていた。しかし、創部120年を迎えた2019年の春季県大会で15年ぶりに優勝すると、勢いそのままに、第101回選手権広島大会も15年ぶり、優勝し、大正、昭和、平成、令和の4年号で、甲子園出場を果たした。 夏の選手権で4元号で出場したのは、本校と静岡と、米子東と高松省の4校である、文化部最よりの鉄道駅もよりのバス停。ありがとうございます。